お行き、リトラ。挑戦者がし、え？こちらへどうぞ。もっとも、私を名前で呼ぶ人はほとんど。こうは見えないな。魔女に見かけを問うなん。その外見は魔法で変えてあるのか。字です、字ってなんですよ。せっかくだから名乗ってください。ファルサス、ファルサス王族、レギウスの子孫。へえ、そういえばレギウスの方が人の良さが顔に出てましたごめんなさい、ちょっと幼いところがありましたから。のか、人の住居の周りを勝手に墓場に。これくらいの代償は覚悟の上でなくていいです。なるほど。それはあなたがここに。なんでそんな呪いをもらったんですか先にお断りして、後に自分で定義した意味を持たせ魔力を込めかける人間によって異なってきますから、今日解けません。ただその代わり、呪いわれる類のものだからなんです。せっかく来ていただいたのに、これでは何か手段があるのか。単純な対策があります。得られる強い女性を選べばいいんです。得ですよ、王族なら20歳。とにかく探すんで前向きにおね。ティナーシャ。うわ、びっくりした。って受け付けられま、限界があります。無理です、無理なことはないです。老人はなんとか。呼ばわりは腹立たしいとか、そういうことじゃなくて、私は今頃あなたの曽祖母ですよ。あんまり聞き分け悪いと記憶いじって。それはこっちのセリフです。持ち歩いてるんですか、国宝扱いでしょう。ああ対応してくれることになった。ティナーシャと申します。途中で気が変わったらファルサス変わりませんよ